とこうか。そんな風にいつまでもゴロゴロしてると永遠に起きられなくなっちまうよ、俺たちみたいにね。ふやっ、またゴーストなんだぞ。おいお前、起きろ。くそ、いつか追い出してやるんだぞ。俺様も魔法の授業でバーン、ダダダーンってかっけえ魔法を打ちまくりたいんだぞ。このおばちゃんなんか特に偉そうなんだぞ。怖えんだぞ。俺様はグリム、大魔法師になる予定の天才だぞ。あいつ、愛の鞭で縛ってくるんだぞ。逃げろ。昨日から散々なんだぞ。いくらなんでも遅すぎるんだぞ。まさかあいつ逃げたんじゃないだろうな。ああ、絵が喋った。待てって言われて待つわけないっしょ。お酒、一人だけずるいんだぞ。俺様だってサボりたいんだぞ。へへん、あとはお前らに任せたんだぞ。バイバイ。捕まえられるもんなら捕まえてみろだぞ。ふにゃあ、目が回るんだぞ。なぬ、ビビってなんかあんねんだぞ。俺様が隊長だ。お前らついてくるんだぞ。ブラー、あんなのいるなんて聞いてねえんだぞ。早逃げろ。無理無理、いくら俺様が天才でもあんなのに勝てっこねえんだぞ。なんだグリム様、ファイヤースペシャル。ふなー、しょぼくね。本当にお前一言多くてムカつくんだぞ。ビミビミ、心配しなくても俺様はお前たちと違ってそんなやわな腹はしてねえんだぞ。やったんだぞ、かっけえんだぞ。俺様だけの魔法石の首輪なんだぞ。ランララン、俺様がかっこいいところじゃんじゃん取るんだぞ。特にああいうお調子者が悪さをした時には必ずメモリーを残しておくこと。ランララン、明日から俺様もナイトレイブンカレッジの生徒なんだぞ。お前たちなんかぶっちぎって学年主席になってやるんだぞ。ふだ、俺様の輝かしいスクールライフ1日目に味噌がついちまう。お前たち教室に急ぐんだぞ。あんなつまんねえ授業一日中やってらんねえんだぞ。俺様は天才だから授業なんか受けなくてもいざとなったらバーンとどでかい魔法を使ってやるんだぞ。2、300個くらいかな。そんなに？